皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、マーチです。はい、今回はね、寝落ちちゃんが行くの第2弾をやっていきたいと思います。はい、寝落ちちゃんっていうのはね、はい、こちら説明していきましょう。まだね、見たことない人いると思うんですけど、はい、じゃあルールを左側にポンと。はい、制限時間は10分、寝落ちるのでね、で最大100万ゴールドまで使って OK、 でもなくなったらその場合すぐ終了だよと。でやるのはまあ完全告知のゾロのみ、完全告知ね、うちはそうやって言ってます。で終わったらすぐ寝る。なんでかって言ったら、寝落ちる前にやっぱね、ちょっとね、若干ダイスやりたいよね、やっぱりね、みんなね。なので今回ね、寝落ちちゃんっていう企画、10分間でね勝負していきたいと思います。はい、そして第2弾、はい、本日もね、はい、こちら、はい、娯楽とラッカランのサーバー1さんにね、お邪魔させていただいております。はい、今日もねすごい賑わっておりました。それではね、こっから台を選んで勝負していきたいと思います。はい、それではね、場所を移動してまいりました。いやー、今日もねだいぶ賑わってる。今日はねやっぱね、週末の夜ってことでだいぶ賑わっておりますね。まあ今日もね、ここから頑張ってね、100万から増やしていきたいと思います。前回はねちょっと勝って終わったんですけど、まあ今回どういう結果になるかなと、まあちょっと台をね選びながら、良さそうな台を選びながらねやっていきたいと思います。それではさあ、時間タイマーセットします。さあ、それでは始めます。用意スタート。ピーッ、はい、開始です。残り10分、まずはね台を選びましょう。ちょっとね、自分が選べる台、まず100万しかないんで、基本的にはねあんまりこう高いのはいけないんだよね。やっぱり結構いるね、結構いますね。娯楽とラッカランサーバー1さんにぎわっております。やっぱ週末の夜はすごいですね、やっぱりね、すごい。とりあえずちょっと見て回りましょう。いや、こっちの方はねちょっと高額なんで、まあ、100万ぶりしたらねいきなり終わっちゃうんでね、少しねやっぱり増やしてからね、こういうのには突っ込んでいきたいなと思います。300万とかはねちょっとできないんで、100万しか持ってないんでね今回ね。はい、じゃあとりあえずまあ最初どうしようかな、まあ10万いってみようか最初ね。まあ10分、まあ10分しかないんで、あと残り時間も9分しかないんで、じゃあ10万からいってみようか。10万から50万とか、お、ありますね。いやー、プクリポは怖いな。プクリポっていう台はね結構設定渋いんですよ。なんで、まあ、渋いんだよね。1とか2とかそういう可能性あるんですけど、まあちょっとプクリポの設定で遊んでみましょうか。とりあえずね、じゃあプクリポにとりあえず座ってみます。とりあえず、はい、じゃあプクリポに座ってみましょう今回。さあ、はい、Z、 プクリポこっちじゃなかった、こっちじゃなかったです、こっちでした騙されました、こっちですね、間違えました。はい、はい、Z10 でお願いします。 Z10 でお願いします。お夜足100、同時継続、振って OK。 じゃあ振ります。はい、レッツゴー。はい、90。さあ48、7、怖いですね。さあ6 54、危ない。さあとりあえずプクリポっていうね設定1の台から座っていきましょう。さあ72、いやー負けた、やっぱりね負けたね。設定1はねきついよね、設定1は勝てないんですよ、やっぱり設定1はね。さあ取引10万、設定1っていうのはねやっぱきついんですよ、引きが強くないとね勝てないんで。さあ、じゃあ10万渡しましょう。はい、やっぱプクリポの設定1はきついな。やっぱよければまた遊びに来てください、また遊びに来ます。じゃあ隣のプクリポも設定1っぽいけど、ちょっと行ってみるか。じゃあ設定1のプクリポに行ってみようか。じゃあ Z10 隣のプクリポ、ダイス39がお約束。じゃあダイス振ってね、ダイス振る。はい、88。そう、設定1だけど、でも電波は来た。そう、設定1でもね引けるときは引けるんだよね、こういう感じで。まあ設定入ってなさそうだけどね、入ってなさそうだけど、まあとりあえずね今日1勝しました、とりあえず1勝です。39渡しましょう。はい、とりあえず10万、勝ちました。はい、これ記入していかないとね分かんなくなっちゃう。はい、ありがとう、また来てね。いやー、このプクリポはね多分ね、たまたまねオカルトでしょうね、オカルト。そう、プクの次はプクっていうのはね当たるって決まってるんですよね、そうオカルトでね。なのでまあ当たったんでしょう。さあ時間は残り何分、さあ残り何分あるんでしょう。あと6分、まだ6分あるんで、
また今回ね、さっきのプラマイゼロにしたんで、さあどうしようかな。エルコちゃんはね、意外とね中間入ってるんだよね、中間ね。じゃあ行ってみようか、エルコちゃんに行ってみようか、エルコちゃんにペロペロしに行ってみようか。さあエルコちゃん、エルコちゃんに行ってみようか。 Z20 行ってみようか。じゃあエルコちゃんに Z20 行ってみようか、エルコちゃん。さあ46、いいよ46、はい。43、危ねえ。さあ68、さあ73、19、さあどっち。さあ51、一度。いやー負けたー。やっぱエルコちゃん中間設定だけど負けましたね。中間設定だけど負けましたね。くそー、これで20の負けですね。さあ20の負けです。さあまだあと5分あるんでね、5分。さあどうしよっか、いやーどうしよっか。エルコちゃんはね結構中間設定入ってる匂いがあるんだけど、ちょっときついな。幼女はねちょっと危ないんだよね。幼女あんまり勝てるイメージないんだけど、じゃあ行ってみっか。じゃあ幼女行ってみましょう。幼女、幼女 Z あるかな。幼女、幼女 Z ある。はい、幼女 Z ある。はい、いいね。はい、幼女 Z、 Z20 さあ側目38、 OK、 いいよ。では お振りください。はい、84、きえー89、なんでそこフリーザーなの。63、9、はい、65、76、88、また88。ちょっと同時継続か、これは同時継続。はい、45、そこの、ま、その負け方は今のイカ様、イカ様、イカ様、イカ様そう、くそ悔しい、悔しいな。ちょっとどういうことだよ、前回勝ったのに。お、390もくれんの、どうもありがとう。そうだよね、選んでますよね、いいの、ありがとう、ありがとう、ありがとう、気合を込めてありがとう。さあどうしよっかな。いやー設定入ってねえな、今日設定入ってねえわ今日、どうしよう。4分、あと4分しかねえ。4分であと今60万、4分で60万、40万取り返さなきゃいけねえんだよな。プクリポは設定入ってねえかんな、プクリポは。どうしよう、いやー迷いますね。いやーこの隣のこいつすごい気になります。この台すごく気になります。こうマイディロが気になりますね。マイディロ、そうマイディド4気になりますね。マイディド4が、気になるな、気になるけどちょっとやばいよな。 Z ある、レート、倍罰、倍は別にいいんだよ。いや気になるな、どうしよっかな。まあ時間も残りわずかなんで、ちょっとねあと3分、あと3分か。マイディド4気になるな。ちょっとこれちょっとキープしときましょう、ちょっとキープしときましょう。ちょっと向こう見に行こう。今んとこね結構負けてるんで、今2回負けて、4戦して3回負けてんのか。1、2、3、4、3回負けてる。今日1回しか勝ってない。どうしよう、マイディド4気になるな、どうしよっかな。100は触れないしな。いやこういうのはねやっぱ寝落ちちゃんじゃなくて寝起きちゃんでやんないといけないんで、こういう100万はね、寝起きでやんないといけないんで。あと2分、迷うな。まあちょっと行ってみっか、マイディド4行ってみっか。マイディド4、マイディド4行ってみます。あ、募集してない、マイディド4募集してない。後ろ向いてるから電源消されちゃったな。じゃあ、あーこれ勝てそう、これ勝てそう、これ勝てそう。 Z10、10、90、いいよ、いける、多分いける、多分いける。 Z20 行こう、 Z20、 残り時間もあと2分しかないんで。じゃあ待って、いいね、Z20 行こう。 Z20、 はい、 Z20、 さあダイスどうぞ。お夜速、もう100なんて出ないから、どうせ。はい、28、100なんてどうせ出ないから。それ何、何出たの。74、はい、21、100なんて出ないから。43、あ、44、きたー、これだよ、これ、これなんですよね。さあ取引送ります、これなんだよ。そう、これ勝てそうと思った、設定入ってそうと思った。どうもありがとう。さあ39渡しておきましょう。
39。これはね勝てると思ったんですよ。さあさあ、ありがとうありがとう、気合を込めてありがとう。さあどうしよう、残り1分残り1分、最後どうすか、あと一勝負ぐらいだよな多分、あと一勝負。いやーどうしよっか。あ、この裸、裸気になっちゃった、裸裸30万。じゃあ最後30いってみっか、こいつに30いってみましょう。じゃあ最後30、じゃあ Z30 勝てると思う多分。じゃあ Z30 最後 Z30 いってみましょう。あと1分、さああと1分です。さあ振り込め確認後 OK24 ね、24。じゃあ OKOK、じゃあいくよ、ダイス振るよ。さあ残り50秒しかない、はい、4。さあ14。さあ64。さあ100、いやさっきじゃなくてよかった、はい78、はい54、はい28、87。さあ30だよ Z30、はい26、13。さあ41、46、はい23。さあいけ、27、20、88。きたー、これ最後に来ました、これ最後に、残り10秒です、残り10秒。さあどうもありがとう、残り10秒でなんとか勝ちました。何、39ゴールド、39ゴールド決定、210、はい終了でございます、これで終了です。はいどうもありがとうね、どうもありがとう。はい10分終了しましたんでね、はいうるさいですねこれね、はい、タイマー終了します。はい、それじゃあね場所をね移動したいと思います。はい実戦の方終了いたしました。はい今回ね、6戦して、3勝3敗でございます。で金額の方、はいご覧ください右上ね、はい110万ございます。なので結果的に10万円勝つことができました。よかったよかった、とりあえずね負けて終了ってもう手堅くまあ言ってるんでね、まあ、そのうちまたこうボンってやるかもしれませんけど、まあなんとか勝つことはできました。はい、あれここどこだっけ、娯楽島ラッカランさんサーバー1イエー、はいっていうね、ちょっとまあオマージュっていう感じでねやってみようと思いました。はいこれね元ネタ分かる人はぜひ、まあ、元ネタ分かる人もいると思いますけどね。はいでまあ、今回こんな感じでねなんとか勝つことができましたんで、まあ、今後もね楽しくね、ダイスで遊んでいきたいと思います。それではね皆さんももしよかったらね娯楽島ラッカーのサーバー1、別に怖いところじゃないんでね、もしこうなんかね、たまにはダイスでもやってみようかなって思う方はぜひ、ラッカーのサーバー1の方に遊びに来てみてはいかがでしょうか。それでは本日はね、寝落ちちゃんが行くここで終了です。はいそれではまた次回どこかのラッカーランでお会いしましょう。バイバイ、あー